国家と道徳、道徳社会性動物たる現代人がその社会環境に血縁外や多くのコミュニティでも他者と共感し互助する認知的な探求心である。平和、その献身的な思考がそのコミュニティ外でも増幅し、国家レベルで競争という概念を乗り越えた暴動主義である。人類文明は競争と平和の繰り返しであり、その適者こそが常に生存している。しかしこの惑星を一つと考えた場合、必ずどこかで自然災害が発生する。常に国家レベルでの寛大な保険のような援助が行われるには、常時協力し分配することを原理原則として潜在意識に焼き付けなければならない。人類史では農耕社会までは暴動主義であったが、やがて科学が発達し産業革命を迎えると、どの国家も間接的な互恵制度にシフトしてしまった。自己主義の共感とともに管理型社会に委ねてきてしまったのだ。その後グローバル化が進むと、リーダーらはやがて自己心が芽生え、圧倒的な政権にはなるがやがて終わってしまう。それは乱暴者の猿が強者たるボスになったことと似ている。このような人類史で不暴動への寄付は常に時代とともにプールの内面化が改変され、類人猿の頃から絶え間なく繰り返されてきたのだ。現代においてもそれらボス猿は社会的に淘汰せねば略奪的に排除できない。それは安倍夫妻のように道徳的判断が人格形成できなかった自己主義者らが利他主義者を利用して利己者増しのように社会に対し間接的長期的ダメージを加えた場合、社会的圧力と積極的な処罰が必要とされる。それらを遺伝子プールで考えてみると、社会の発達が自己の認識基盤となり、この社会的自我とも言えるものが保護性の共感を妨げている。このような社会基盤ではどのような存在がリーダーになるべきなのだろうか。 S 偽善化生産性は高く奉仕も多い。 A 善人生産性は低いが奉仕がある。 B 一般人生産性は低いが奉仕が低い。 C 悪人搾取性は低いが利己しかない。D 略奪者搾取性は高く自己しかない。少数で存在する文明非接触のブッシュマンらは利他主義の社会であり S である。寛大さのかけらもない D に至っては本末転倒である。現代社会における政治家のエゴイズムたるミュージビーズは社会福祉などの利他行動と並列で柔軟に行わなければ文化的に価値はない。強靭な互恵性を政治理念に持てないリーダーは真の社会には導けないのである。それは政治的ユニットを超えた平和主義たる道徳観念の発達であり、寛大さを刺激する根本的な政治理念でもある。現在の中央集権化した権力は潜在的脅威になり、横断的な同盟のせいで国際社会からならず者として蚊帳の外にされている。自国中心主義から脱却し核を手放す北朝鮮の事前国会の戦略に対し、我々日本人はその先の国際社会に目を向けていかなければならない。